放射線、放射線、放射線とは高い運動エネルギーを持って流れる物質粒子、アルファ線、ベータ線、中性子線、陽子線、重オン線、中間子線などの粒子放射線と高エネルギーの電磁波、ガマ線と X 線のような電磁放射線の総称を言う。放射線に全ての電磁波を含め電流を起こすエネルギーの高いものを電流放射線。 そうでないものを非電離放射線とに分けることもあるが、一般に放射線等だけ言うと、高エネルギーの電離放射線の方を指していることが多い。なお、高次元には放射性元素の放射性崩壊に伴い放出される粒子放射線と電磁放射線、主にアルファ線、ベータ線、ガンマ線を指すとあるが、これは放射性物質の放射能を問題とする。 文脈ではそれを指すというくらいの意味である。放射性物質は放射性崩壊を起こすことで不安定な原子核の構造から安定した原子核の構造に変化しようとするがその際に粒子または電磁波の形で放出されるのが放射線である。放射線は直接的あるいは間接的に物質中の原子や分子を電離または冷気させる物質にエネルギーを与える。 放射線は生物にとって有害であり、強度によっては死に至らせるため、放射線防護のために各国で法律が制定されている。ただし、どの程度、線量でどのような害があるかについては様々な身があり、その基準も国際統一されていない。また、放射線は人間の五感では感じることができないため、必然的に放射線測定のための測定器を用いて、 検出や測定を行う。生活環境にある放射線は環境放射線と呼ばれるが、誰しも世界平均合計で2.4ミリシーベルト前後の自然放射線による被曝を受けていると言われる。放射線は応用範囲が広く、工業、農業、医療その他の分野で有効利用されている。ただし、放射線の取り扱いには注意を要するため、 取扱いに関する資格がいくつか存在する。放射線にはその発生機構や物理的性質によって様々なものが存在する。放射線はその物理的性質から大まかに電磁放射線と粒子放射線に分けることができる。電磁放射線は波長が非常に短い電磁波である。公衆被爆で問題となるのはこの波長が極めて短いことで 高い透過性を持った電磁放射線である。粒子放射線は質量を持った粒子の運動によって生じるものである。その物理的実態としては原子を構成している素粒子や原子核そのものであったりする。放射線は物質にエネルギーを与えるが放射線の種類によってエネルギーを与える相互作用の仕組みは異なる。電磁放射線か粒子放射線か 粒子放射線の場合、電荷の有無や質量の大きさによってもエネルギーを与える機構は異なる。放射線の検出には主に電離、冷気現象が利用されるが、その他の放射線を原因として発生する二次的な現象を利用しているものもある。電磁放射線、ガンマ線、X 線と物質との相互作用としては、光電効果、コンプトン散乱、電子体生成、 レイリー、コヒーレント産卵、広角反応の5つである。とりわけ最初の3つの相互作用が特に重要である。物質との相互作用を考える上で、粒子放射線は電子からなる放射線、中性子線及び重過電粒子放射線の3つに分類される。放射線の線量概念は、その測定したいものに応じて様々存在している。詳細は、 核線量概念の項目参照。放射能の強度については、放射能放射性崩壊の速さとしての放射能と、その単位を参照。放射線は肉眼にも見えず厚くもないので、検知するために特別な測定器具を用いる。測定したい選手と目的に応じて、適切な器具を選ばなければならない。放射線は物質と相互作用するが、 そのうちの一部及びそれらから誘発される二次的な現象は放射線検出器の原理として利用されている。人体が放射線にさらされることを被爆という。被爆は放射線を体に外部から浴びる外部被爆と体内に放射性物質を取り込んだことによる被爆である内部被爆に分類される。放射線は生物にとって有害であり、浴びた。 放射線の線量に応じて何らかの障害、放射線障害が現れる。放射線障害は大まかに線量に応じて、確率的影響と確定的影響に分類される。放射線障害の歴史はオームネデントゲンによる、X 線の発見、1895年、明治28年から始まるが、放射線の防護については1940年、昭和15年頃の原爆開発から、 保健物理という名称で調査、研究れている。国際放射線防護委員会 ICRP の韓国では、事故などによる一般公衆の被曝量は年間1ミリシーベルトを,を超えないようにとされた1990年平成2年韓国による。なお、放射線を扱う作業者については諸事情を考慮して5年間で100ミリシーベルトを超えてはならないとされた。 2007年、平成19年の韓国では、これに追加する形で、個人が直接利益を受ける状況では1から20ミリシーベルト以下とし、自己発生時等の被爆低減対策が崩壊している状況下では20から100ミリシーベルト以下とした。農業や工業の領域においては、放射線の性質、1、透過する性質、2、生物学的、作用、3、科学的、 作用、4、電離、冷気作用などを上手に利用した様々な技術や製品などがある。以下、覚醒室ごとに利用例を示す。放射線の一種である X 線を用いた撮影は、医療分野、工業分野等においても、被破壊検査の一つの手法として利用されている。放射線の生物作用は、医療衛生器具の殺菌、滅菌処理の一つの手法として利用されている。 特に、プラスチック製品に対して、コバルト60からのガンマ線照者が用いられている。動植物の品種改良の手法として、放射線障害の遺伝的影響が利用されていることもある。食品分野においては、植物の品種改良に放射線照射者が利用されており、また、農業分野においては、不妊虫放し害法を使った、農業害虫駆除に利用されている。 高分子のプラスチックやゴムなど有機材料にガンマ線や電子線を照射すると分子差の間で結合する反応、過強や分子差が切れて小さな分子になる反応、切断が起こる。火災放置設備の煙感知器の中にはアメリシウム241のアルファ線を用いている製品もある。放射線は放射線療法として脳腫瘍。 皮膚癌などの悪性腫瘍、まれに、良性腫瘍も、を治療するためにも用いられる。さらに、放射性物質を利用した治療法として、放射線の出る国、管を病巣に挿入して、癌細胞を死滅させる、小洗源治療法などがある。被爆による放射線障害を避けることを目的に、日本においては次のような、様々な法律を成立し、規制されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。